はい、ダイヤやっていきたいと思いまーす。録画開始開始。これです。なんか、ナボリ行くビルドの時はリーサルテンポで、アイン行く時は征服者みたいな感じで使ってました、中国の人は。僕はナボリに行きたいのでリーサルテンポにします。逆です。リーサルテンポが積みたいのでナボリに行きます。腕しダイヤがいいな。W 取り？何？なんだって？騙された！完全に騙されたぜ。ある程度雑に交換しても空かが回復させてくれるから交換してもいいけど、雑すぎると回らなくなるんだよな。もう回らなくなってるね。こんなの流行ってんだ。ああ、マジか。やばい、羽の調子が悪い。羽の管理が悪すぎる。これいい羽。バサカにしよう。リーサルテンポだし、知見いくし。味方が倒されました。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。敵を倒しました。ファーストスターが消えた。敵を倒しました。なんだこいつ。入っていいよん。私の闇が台無し。おとなしくするのね。危険。全然死なんな。ゴースト使ってもよかったな俺。ナイス。プレート食べる。入りてえな。やっぱセラフィーンとかいう、これもうサポサで勝っただけだもんね、今のも。
タポキャラさ。タポさでいいや。ごめん。失礼。失礼だったな、今の。言い方が。ブログ代行した男、確か 70% くらいあったはず。 TD が？ウィンゲートが？マジ？いや今の殺せないか。いやーマジ羽弱、俺のやばい、羽力低すぎる。空からマナなくなったから帰ろう。帰るのは空からのマナがなくなったら。いや便利だな。ブログ代行した男、なんでブラにおるんや。ブラ？なんでミッドも折れてないんだろう。でもなんでだろう。めっちゃ戦ってね。なんかトラかも。大概ずるいな。大概ずるいな。大概にせよ、このキャラ。こういうバカなキャラ多くね？なんか。バカだろ。ブログ代行した男、ユーミとソナカのカウンターはソナだよ。本当に？ブラック、いや、ガレンめちゃ頑張ってる。ガレン頑張ってる。ファーストスターが消えれば、世界を支配する。もう俺にダメージ与えてみろよ、お前ら。おい。ダメージ与えてみろよって。はい、これ羽のゾーニング。羽のゾーニング強すぎだろ。
かっけえ。グロゴ代行した男、敵降伏して次行こう。ネクストレベルだね。スターガーディアン、飛んだペテンね。はいはい。取られちゃった。まあ、あんまなさそう。いや、なんかこっちのブラッドミアはまあ強いけど、本家ほど育った時の絶望感ないな。本家のブラッドミア育った時この世の終わりだと思うもん。なんで俺このゲーム始めたんだろうと思うレベルだし、こんなゲーム始めるんじゃなかったって。ラッシュもいらないのか。なんか俺 HP マックスなんだけど、気づいたら。なんで？さっきまで瀕死だったよね俺。さすがにか。やべえ、ミスった。ミスった、危ねえ。当たらんかった。マナ回復はいないね。射程が伸びるやつはいるけど。カイさんに当てようと思ったら全然当てれんかった。移動中です。まだか。でもソラカとかルルがいるときはこんだけアホなプレイしてもいいんだよっていう動画ですな。これはその W を込みで計算しないと。 ADC 最強？ ADC 最強か。でもぶっちゃけスバルス俺かなり強いと思うんだよな。まずい、助けろ。危ねえ、ウルトの方向間違えたぜ。マサイロン、さっき教えてもらったアップビルドでウルトぶっ放したら陣の破球は力消したんだよ、わらわら。グロゴ代行した男、多分カイサと思うけど、ルーイルならすぐアルスだと思う。いやでも、エースカイサも強いけど、いやでも、エースカイサ、いや、ルルがいる方が勝つな、それ。多分。ルル、でもユーミーもいるとしたらどっちが勝つんだろう、それ。結構難しいね。はい、ご視聴ありがとうございました。久しぶりのザヤでした。空からいるときはね、回復してもらえるんで、で、無駄なトレード、ちょっと不利なトレードでも、ショートトレードを繰り返しておけば、勝手に有利になります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。カイト、雪村いましたか？